出演者の皆様に今一度盛大な拍手をお願いいたします。皆さんが演じる上で特に気をつけた点、またそれぞれのキャラクターの魅力は何だと思いますか？東出さんからまたお願いします。どうしました？僕はそうですね、熱血感の捜査員なのでデスノートに対する思いは本気で持ってるので、そこをちょっと見ていただければと思います。そうですか。池松さんはいかがですか？龍崎の魅力。魅力ですか。何でしょう。何でしょう。魅力、まあそのエルからたくさんのものを受け継いで、受け継いでるけどもやっぱりそのエルを超えようとしてるっていうキャラクターですかね。ご自身でね。そうですね。説明じゃん。そうですね。いやだ、怒られたね。せっかくなんかちゃんと今日ちゃんとしようとしたのになんかね、ちょっと。お前もう終わる気か、俺。やってやれよ。やってやれよ。須田さん、ちょっと、須田さんはどうか。いや、そうですね。前の二人が不甲斐ないんで。で、何でしたっけ？いやいや、ご自身の役の魅力はどう感じてる？役の魅力か。ああ、役の魅力ですか？そうですね。あれ須田さん。いやいや、そうなんですよ、これ。やっぱ言っちゃうとね、面白くないなっていうのもありますけども。いや、ちょっとはいいんじゃないですか。そこを言うのがジャパンプレミア。やっぱり10年前のデスノートって僕も本当にタイムリーで見てた世代としてはすごくこうなんか神話のようななんかああかっこいいなすげえなーっていうなんかすごく遠いこうなんか話のように感じてたんですけど、今回は、まあ、自分が演じてるっていうのもでかいと思うんですけど、すごくこうなんかリアリティがあって怖くてなんか何がおかしい？全然質問に答えてないし誰一人質問に答えてないなと思ってっていう3人ですよ。はい、久々にお会いできたんで僕はね、はい、大興奮でしたね。大興奮でした。そんなことなかったよいやいや、何をおっしゃいますか。結構バクバクでしたよ僕は。あ、そう。はい、ありがとう。デスノートご覧になってどんな印象を持たれてたんですか？私11歳だったんですけど、11歳ながらこうデスノートを見て、もしかして家にあるノートでも書けるんじゃないか的な、多分思った方 いないですか。なんか名前書いてみようかな的な感じで、ちょっと文房具屋さんで黒目のノート探してちょっと名前書いてみたりとかしてた11歳でしたね。なので今回誰かを殺そうとしたの書きたくなる名前があった。あ、違う違います。まあ人の名前を黒いノート探して、要は人を殺そうとした、そういう思いはなかったんですけど、いけんのかなみたいな感じで好奇心です。好奇心、小学生なりの好奇心で、はい、やってた自分が今回本当にデスノートに名前をかけているっていう、すごい嬉しく なんですかね、この感じは。いや、めちゃくちゃ興奮、超笑いながら書いてるんですよ興奮しました。はい、すか、実現したわけですもんね。いかがでしたか、河合さんの狂気じみたお芝居は。いや、淡々とね、演じられてたんで怖かったですね、本当にノールック会話っていうね、なんかさっき MC するならちゃんとやってそういうことだよね、そうそう、突然司会始めたからね、絡んだんだからちゃんと絡み切らないと、うん、そんなつもりはなかった俺あれなんですよ、ごめんなさい、景気悪い話するわけじゃないんですけど、ここの3人の仲の良さだと思ってほしいんですけど、キャンペーン回ってまず彼がウイルスを持ってたんです。そのウイルスを彼にあげて、そのウイルスを俺今もらって今ここにいるんです。でも頑張ります単純に風邪の話ですからね風邪で引いてるってことですか。ただ物語見ていただくと、またサイバーテロリストでウイルスとかあるので、ちょっとダブルミーニングでうまいこと言っちゃった俺イエーイはい、すいませんでした。